情念つかさチャンネルニュースの虎がわかおはい、始まりました。皆様、この動画面白い、興味深いと思った方ね、ぜひ高評価のボタンとチャンネル登録、さらにコメント欄に感想など書いていただきまして、内容気に入ったらね、ぜひ共有ボタンで拡散の方をよろしくお願いします。ロシアカウントダウンということでですね、いや、なんか大変なことが起こっていると。アントン・ゲラシェンコさんというね、まあ、ウクライナの内務省顧問の方いらっしゃいますけれども、ちょっとね、非常に 興味深いいツイートされててまますすこう書いてありますロシアはヨーロッパを凍結させると言ったけど実際にはです、ね、自分自身を凍結させるということなんですよ。一体何かというとです、ねまあ、簡単に言うとロシアのです、ねまあ、電力会社かなんかかな大規模な事故を起こしまして14万人ぐらいの方がです、ね、なんと暖房あの止まっちゃってです、ね、凍えているという話なんです。 でね、ロシアの凍え方って半端じゃないんですよ、外気温マイナス30度とかですからね、そこでね、もうなんか1月の2日ぐらいからかな、ずーっと事故起こってて、まあ、むしろ事故広がる感じなんですけど、現在14万人ぐらいはですね、暖房、まあ、を得られてないと、まあ、これ、少しあのツイートがね、11時間前のツイートなので、もうちょっとあのよくなってるかもしれないですけど、ね、復旧してるかもしれないですけども、えー、詳細はですね、こう書いてあります。あの他にもちょっとニュースがいっぱいあるんで、とりあえず紹介しますけど、ゲラシェンコ氏のですね、えー、まあ投稿はね、こう書いてあります。電力会社の事故は、えー組織的 なものでロシア当局はそれに対処できないとでモスクワのです、ねえー、クリモフスク市、えー、ポドルスクの、えー、小地区らしいんですけれどもこちらの住民はです、ね、1月4日に、えー、暖房装置の本館の破断によってです、ね、電力会社、えーの,ですね、の施設にです、ねまあ、あの被害が出たためにです、ねえー、3日間も暖房なし えー、給湯も得られないお湯も出ないという状態で過ごしているということです。で住民たちはですねアパートの玄関で、まあ、あの破砕した暖房用ラジエーターやですね、えー、パイプの写真などをこう投稿していて。 えどうもちょっとこの事故の影響は長引きそうだということですで、えー、なんかね暖房用ラジエーターがまあ破砕してですね家の中の気温がですね、まあ、一応外マイナス30なんですけど家の中はまあ10度とか12度ぐらいにはなってるらしいんですけどそれでも寒いですよね12度っていったらダウンジャケット羽織ってないといらないぐらいですけれどもで暖を取るためにですね夜間で、えー、庭で火焚くやつとかもいたりして、えー、地元当局はですね公共施設を修理する代わりに、えー、凍えそうな人々に毛布を提供しているということいや マイナス30度、毛布じゃ耐えられないと思うんですけどね、あのアンドレイ・ビョロビオフ州知事ですね、数日間の公の場に姿を現さず、ロシア国外で新年を迎えたと噂されているということで、まあ終わってんな、ロシア相変わらずなということです、すねいてついたです、ね、アパートの写真は、ですね、まあ、ロシアのソーシャルメディアでもまただくまにあの拡散されたらしいです。で知事はですね、まあ、バックレてると なんなんだと、住民の皆さんが、ね、お怒りだということです。でね、その怒りの声はこんな感じです。私たちは凍っている、と私たちに注目してください、暖房もお湯もない3日間だということで、えー、ポドリスクのです、ね、住民はもう怒って書き込んでいると、えー、さらにですね、えー、ズベニゴロド、えー、それからクラスノ えー、ゴルスク、セルギーエフ、セルギーエフ,、えー、セルギエフポサド、えー、モスクワ近郊のですね、他の都市の住民もです、ねまあ、この騒ぎに加わっていると、まあ、似たような状況にあるんじゃないかと言われているんですけどど、ね、で、1月7日の朝現在、えーえー、とそれこういう家のです、ね、被害に遭った家の住民はです、ねえー、路上の焚き火で暖を取っているような状態だということです。で、えー、この、えー、知事はです、ね、最終的に1月7日に事故について言及したそうで、えー、4日目にはです、ね、暖房付きの臨時収容所を開設すると約束した。 そうです、えー、彼はその状況そのもの深刻だとは言ったが数日間不在だったことについてはあのバックレター説明なかったと、えー、いうことです。で、えー、ゲラシェンコさんねここから皮肉なんですけどところでとね ヨーロッパ凍結というね、まあ、そういうテーゼはですね、ロシア当局が定期的に口にするものね、あの滋賀県の住民がね、琵琶湖の水止めたろかって大阪の人に言うのと同じでね、<laughs> はい、あのロシアの人はですね、ヨーロッパ凍らせたろかって言うらしいんですよ、<laughs> こうやって生きるらしいんですけれども、えー、まあ定期的に口にするもので、クレムリンの政治的要求が満たされなければ、西側諸国へのガスを遮断するというふうに脅していると、まあ、そういうのに使われていると、例えばメド,ジェメド,メドベージェフね、まあ、あのちょっともう行かれてますけど、ね メドベジェフ、ねえードベジェフのテレグラムチャンネルではヨーロッパがロシアの供給を、えー、ロシアのガス供給に全面的に依存するというテーゼがです、ねまあ、しばしば言及されていると、えー、いうことです、まあ、例えば2022年8月、彼はヨーロッパの、えー、消費者のガス価格をです、ねえー、1000立方メートルあたり5000ユーロにすると約束したと。 えーまあ、さらに、えー、翌9月、ね、ガスプロムは、えー「そして冬は長くなる」という曲のビデオをです、ねまあ、流して発表したと、でその中で,です、ね、制服にガスプロムと、えー、書かれた、えー、男がです、ね、合戦を締め、その後、えー、ヨーロッパの都市で氷河期が発生するイテツク欧州、えー、の説明としてです、ねえー、クラスノヤルスクの映像もこう、まあ、インサートされるんですが、えー、ゲラシェンコさん曰く、えー、見ての通り現実に凍っているのはロシア人であるという皮肉が、皮肉効いてるなという感じですけどね。 はい、こんな風におっしゃってます。でね、この手のね。ニュースはですね。実はあのロシア側のメディアからも出てます。あのタス通信もですね。 ツイッターにこれ出てるんですけどポドルスクというところで暖房が不足しているため非常事態モードになったとこのグレゴル・イ・アルタモノフ自治体首長はですねこれによって復興のための追加部隊で資金を投入することが可能になると指摘ということで1月6日、ですねやっぱり一部のアパートで暖房が不足しているというような言い方でこのニュースをタス通信も報じていると。 えいうことですそれからね、えー、と他のロシアメディアでもいろいろ報じてるんですが、えー、日本人の方もですねこれらロシアのねあの実際の、えーまあ、一般の方の、ね、ツイートを拾ってですねああのー、まあ コメントをされてますこれ、ちょっと元がロシア語なんで、ちょっと読めないんですけど、水杉玲奈さんという方が、ですねこれにコメントつけてます、ロシアで暖房、セントラルヒーティング問題発生と、原因は何十年も交換が行われなかった設備の腐食ということらしいと、ロシアの軍事費が4割だったっけと。 他国を侵略して植民地を増やそうとした結果、2万人もの住民が、これ今もう14万人増えてるんですけどね、はい、マイナス16度からマイナス25度にもなる寒さを暖房なしで過ごさなければいけない状況という解説をされてます。えー、それからですね、えー、もう一人ね、エリカ、えー、エリカ4さんかな、あ、エリカ、u s a 4 u k r a i って人かな、す、え、べ、ー、ての資源がウクライナを破壊するため、えー、ロシア人はスパイラルを続けていますと。マイナス30度の天候では、えー、サマラからサンクトペテルグルブ ブルグへの夜行列車は、えー、暖房がありません、えー、しかしそれはロシア人の経験的な血の欲望の満足を保障するための小さな犠牲です。ちょっとなんか日本語わかりにくいですけどあのそのアパートだけじゃなくてですねなんとあの電車の暖房も切れてると、ね、でそのマイナス30度の中です、ね、サンクトペテルブルグからですね、まあ、サマラかサマラというところからサンクトペテルブルグに行く夜行列車あるんですけど、まあ、その中でみんな凍えているとマイナス30度ですからねめっちゃ寒いですけれども、まあ、だから、あのー、そのアパートのね ねそのまあ、暖房が、まあ、破損したというだけじゃなくてもう他のインフラも,もうこんな状態になっていると、えー、いうことですね、えー、さらにです、ねまあ、さっきのアパートの件で、ねえー、と続報でモスクワ地方の20以上の集落が数日間、えー、暖房、水道、電気のない状態となっていると。 ロシア人は外に出て燃やせるものを燃やしていると、いてついてこんな惨めになるのはヨーロッパではなかったのかということで、これもですね、えー、情報統制アルファさんという方がですね、えー、解説しています、あの元の,あの、えー、ツイートはですね、マリア・ダルシュ,ルシュカさんという人かな、この,あのツイートを引用しているんですけどね、えー、さらにタス通信の,、えーのえー、メディアを、えーこれね、引用し記事引用してですね。えーと道場 タガさんっていう方かな。この方が、あの、えー、投稿されてるんですけど、ボイラーハウスから暖房本館で3軒の漏電と。 緊急復旧作業でボイラーハウスは再稼働したが、同施設では技術的欠陥を検出、最新の情報では128棟のアパート住民、14万9千人、まあ、約15万人ですね、がまだ暖房がないと、1月4日の夜、モスクワの気温はマイナス30度だったということで、ひどいですね、まあ、多数通信のこれ日本語版の記事ですけど、ポードリスクではエネルギー資源の供給を制限した事実について、訴訟が開かれたというような、訴訟が行われているみたいな、ね、まあ、こういう内容の記事になっています。 えそれからね、勝さんという方、ね、この方紹介しているのはモスクワの地下鉄で暖房用パイプが破裂と、えー、動員と、えー、軍事産業に全振りしてインフラがボロボロになって限界を超えてきてますねと、えー、これからまだいろいろ出てきそうですということで、まあ、これあの、イゴル・シュシコさんの、ねあのー、まあツイートを引用しているのでちょっとこの操作は微妙なんですけど、まあ、こういうことが起こりまくっているということでね、まあ、あの結論的に言うとですね、まあ、軍事費をね え大量に戦時統制、経済ね、全、まあ、振りしたわけですよ、ね、ロシアはね。全振りした結果です、ね、まあ、国内のインフラ、ボロボロと、ね、まあ、セントラルヒーティングも、ねまあ、部品交換を行われてなくて、まあ、部品があの腐食してね、でまあ、それでまあ破損したということで、これあの、まあ、新しい部品があればいいですけど、 多分、戦車とかにもみんなね、戦車の装甲板とかにもみんな、そういうね、えー、まあ製鉄産業とかも全部シフトをしちゃってますから、なかなかこれ直すっつっても厳しいんじゃないかなと。まあ、その中でですね、まああのえー、国民の、ね、皆さん、一般の国民の皆さんはですね、不自由な生活をまあ強いられていると。これ私が前から言ってますよね。ね戦車作ったり、ね、えー、まあ大砲作ったり、ね、砲弾作ったりすると GDP はかさ上げできるけど、でもその代わりね、ね そのまあ、リソースをそっちに取られちゃって民生用のものが作れないとでその結果あの生活ボロボロになってきますよってこれ前から言ってましたよねでこういうのがもう隠しきれないぐらい出ていると、ね、マイナス30度の中暖房がないと、ねね、電車にも暖房がないと。ね、地下鉄でボイラーの、ね、あの、まあま 管が、ね、破裂して、もうなんか水蒸気まみれになってるみたいな。まあこういうのがまあいっぱい起こってくるだろうと。で、同じようにですね、ガスとか、ね、それから天然ガスですね。天然ガスとか原油の生産設備でもですね、おそらくこういう部品交換って行われない状態。もしくは、まあ、ロシアで作った質の悪い模造品かなんかで代替してるので、まあ、こういう事故はですね、今後も起こりまくるんじゃねえかなということです。で、でそんな中ですね、テレ朝ニュースでね、こんな記事がありました。 はい、日曜スクープということで、謎に包まれたロシア兵器生産能力と、えー、戦車の新規製造に限界もというね、まあ、こういう記事が出ています。で、まあ、この記事によるとね、あのーまあ、あのまこれ、あのちょっと動画の宣伝なんですけどね、この記事自体ね。まあ要はその軍事産業に全振りしてね。 ね、でな,なんでまだ戦車作れるんだみたいに、まあ、言われてるんですけれども、まあ、それもそろそろ、もう軍事のほうもそろそろ限界なんじゃないかみたいな話です。でね、ちょっとこれ、記事読むとね、えー、日曜スクープはロシアの軍事産業に詳しい、えー、ジャーナリスト、パトリシア・マリンズ氏も、えー、取材と、マリンズ氏はロシアの軍事企業が戦車や装甲車の生産を拡大して前線に送り込み、損失を補填していると分析し、わずか4年前にはロシアの軍産複合体の80%以上が破産手続き中だったと。ロシア政府はウクライナ侵攻後120億から 150億ドル日本円で最大で2兆を超える多額の投資を行い生産体制を強化したと指摘するとでこの強化をやったばかりにですね、まあ、そのモスクワ近郊ではボイラー破裂しまくってですね、まあ、みんな凍えていると、えー、いうことです、まあ、そっちにだから財政全振りしてるんですよねでそっちに財政全振りすると GDP は数字上かさ上げされますが、えー、その分ですね えまあしわ寄せがねあの民政側に及ぶとで、生活の質はどんどん悪くなっていくと、まあ、モスクワではそういうことないように、いろいろ気を配っていたんですけど、ついにモスクワ周辺まで,です、ねまあ、そういう生活の質が、ねえー、まあ落ちるという事態がです、ね、もう発生しているということで、まあ、ロシア、カウントダウンだなと思います。でちなみに、ですねフィンランドとの国境にある、えー、あの共和国があるんですよ。はいえっ、ー、とね その共和国でもですね、え、これあれだ、え、カレリアって、カレリア共和国っていうとこあるんですけど、ここでも似たようなこと起こってるみたいでね、これあの、え、ロシア語メディアのニュースなんですけれどもね、え、カレリア住民、深刻な霜で水不足にというね、記事が出てます。え、アパートの配管がどうも、あの、凍結してしまってですね、で、その水が出ないと、異常な霜だということで、え、カレリア共和国のですね、セゲシャ、オロネツ、え、メドベ、 えー、メ,ベメドベシエゴルスク、えー、それから、 ラーボデンポフスク地区それからペトロザウォーツクで,です、ねえー、冷水給、えー、供給用の共同事故、えーまあ、要は連鎖的な事故が発生したとで多くの場合です、ね、アパートで水が凍った、えー、だけだったんですが、えーまあ、これやっぱ水でないって大変なことですよねでカレリア市の状況について24時間で、えー、緊急部隊が、まあえー、組織されて対応したということなんですが、まあ、モスクワ以外の、ね、フィンランド国境にもまあこういうのも出ているということで ことですから、まああのモスクワってやっぱほらあの何て言うの？北朝鮮における平壌なんですよね。ロシアにおけるモスクワは北朝鮮における平壌ね。ある意味夢の国みたいなね。ワンダーランドなんです。あそこだけはだから見栄えいいようにですね。まあ、やってるんですが、えー、まあ、フィンランド国境みたいね。まあ、いわゆる。そのまあ、田舎の方行くとですね。まあ、その、えー、飲料水こっち側はね。まあ、いろんなことがもう起きてるとまあ、言わんや。このね、えー、こっちの極東地域ね。 ここ相当厳しいんじゃないかなともうこんなことだったらロシアやめた方がいいんじゃないかみたいなね、まあ、そういう声も出るんじゃないかなと、まあ、北方領土もね無理やりあのお手当つけてねあの住民住んでるみたいですけどもう何にももう仕事もないしね、まあ、そのあの食い詰めた人がね割といくらしいんですけどねそのあの給付金目当てにね、まあ、それでも維持するのたい維持になってマスク維持してるわけですけど、まあ、そんなことするんだったら日本に返してさねあの住民の皆さんもね日本の方来ていただいてさ ねあの経済成長普通にした方がいいんじゃねえかなということで、まああの見た目のですね、あの統計数字に騙されないでください。まあ GDP のですね、計算の癖がありましよね。 はい、こういうだからもう民生品全部もう端にやってですね軍事産業に全振りすればそれは GDP 上がるけどさ人々の生活どうなんだっていうととてもその成長を実感できるような感じじゃないんですよね一部の軍事産業ねもう潰れそうだったロシアの軍事産業が復活したというだけでねで逆に言うとですねこれ軍産複合体復活しちゃったんでロシアは今後戦争を求めてくるかもしれませんよそういう点でねやっぱりねウクライナに負けてもらわないと困るんです はい。今ね、上川法務大臣がね、えー、ウクライナ行ってますし、えー、爆撃がある中ね、もう防空壕で、えー、会見とかしてね、ほんと根性あるなと思うんですけれども、こういうの本当に、えー、非常に大事なんでね、岸田政権本当外交では、えー、いい感じでやってますので、応援したいなと、その点はね、応援したいなというふうに思います。いつもぜぜひひです。ということで、えー、今日の内容、興味深い、面白いと思った方、ぜひですね、高評価のボタンとチャンネル登録、さらにコメント欄に感想などを書いていただきまして、内容気に入ったらね、共有ボタンで。 えー、拡散をお願いいたします、えー、それから最後にね、私のことね、特に応援したいという方はね、t、ね、ボタンとね、えー、それから、まあ、私のやってるオンラインサロン、ヤイスイブニングラボの方にね、お越しいただけると大変嬉しいです。最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。ガオー